しくて全てを笑う乾く冬の夢。時を越え公共線から幾千里の瓦礫の街に立つ、この胸の振り子は鳴らず今を刻む雨。飼い主を失くした芝が全てのアーティストの方にね、その作品に対してどういうふうに作ったんですか、うん、どういう気持ちで作ったんですかっていうほど、まあ、恥ずかしい質問もないんですけども、うん、やっぱ特別な思いっていうのはやっぱりこの曲の中であったんでしょうか。なんかね、95年の2月から3月ぐらいってね、もともとその曲作り期間みたいな感じでスケジュール空けてたんですよ、うん、で震災が起こってもうたでしょ、うん、で空いてたもんやから、結構ずっと神戸おったんですよね、うん、でその時期に書いた唯一の曲なんですよこれ、うん、でもねそれ以上でも以下でもないっていうところもあって、でもう初めの頃からもうそのソルラユニオンっていうことでもなく、そのもののけサミットってもう一つのチンドンの方で、はい、神戸でもこの曲ずっとレパートリーでやってたから、もうできてから、うん、なんか自分の中ではなんかアリランとかカチューシャの歌とか、そういう他のレパートリースタンダードとかと、もう同じような感じでやってしまってるから、あんまり自分で作ったとかもうなんか思わないっていうか、でみんなええ曲やとか好きや言ってくれるから、きっと多分ええ曲やんやろうなと思って思うねんけど俺は歌ってて気持ちがいい曲やなっていう、アリランとかと一緒でっていう感じがあって、そしてポールさんもね、なんかやっぱりこの曲をね90年代の日本の、そう一番最高の曲の一つと言われているんですよね。そう彼の名曲と思いますね。でも彼とヒートウェーブというのバンドの山口宏一緒に作った、そうそう、メロディーはね、ヒートウェーブの山口宏とね、彼と一緒にメロディーの部分を作って、そう大好き本当。いろんなバージョンも今ありますね。たくさんのバージョンのこの満月の夕べ、他のアーティスト、だからラフガイドの中で秀康隆のバージョンもありますね。何のバージョンもある。そうです。先ほどこの曲をね作られた時、ずっとその時期に神戸に行ったんだっていうふうにおっしゃいましたけど、さやっぱり先ほども言ったんですけど、阪神淡路大震災から約5年近く経って、やっぱりその日本国中がその震災が起こった時はすごい勢いで、何かみんな僕たちにできることはっていうようなお話がたくさんあったと思うんですよ。で5年近く経って何かがこうできたのか、で神戸自体が復興したのか変わったのか、何かまだ問題があるのかっていうことがどんどんなんか僕らもそうですけど忘れ去られていきそうな感じがちょっとあると思うんですけど、みんな一人一人はね自分の生活あるしね、ずっといろんなところの世界中のいろんなしんどいところのことをずっと覚えとけや言うたってね、それは無理はあると思うねんけど、やっぱ政治の問題ですよねこれね。やっぱ結局元にいた場所に戻れない、戻りたくても戻れない、だからしんどい、もともとしんどい人がやっぱり相変わらずずっとしんどい、それはもう身寄りのないお年寄りであったりとか、身体障害者の人であったりとか、いやそういうことが現実起こってるから、
それをなんとかできるのはやっぱり行政であったりね、政治であったりで、それを動かす世論であったりという意味ではみんな一人一人だったりっていう、復興住宅とかでやってても、やっぱりよく聞く話は、もうすでにまず仮設住宅でみんなちりぢりバラバラにされてるでしょ、はい、年寄りの人たちが、はい、まあ、地域の共同体から、でやっとこの5年間で仮設住宅でやっと新しいまた共同体っていうか、ね、近所付き合いみたいなのができたのに、今度またマンションが当たった、まあ当たってよかったんけど、またバラバラになると。そういう中でね、孤独死とかね、自殺とかね、そういうことがね減らずにね、ずっと進行してるっていうことだけはね、やっぱりちょっと知ってほしいし、それはやっぱり先ほど長さんおっしゃったように、政治がやることと、その長さんのお仕事のミュージシャンがやることってのはやっぱ別だと。俺らはね、もうほんま音楽をやりに行って、みんなそれでね、ええ感じの時間過ごしてくれはったらね、っていうか、まあ俺らの方がええ時間過ごしてるなと思うねんけどね、みんなよりね、なんか、まあそういう音楽っていう場所を作りに行くっていうことなら、まあね、ほんとあんまり深く考えなくてもね、できるから。なるほどね。それぞれの生活のしんどさっていうところはやっぱり ね、 それはある種やっぱ行政とかがやってないこととか確実にあるから、なるほど、ね、そんでやっぱりアーティストとして、じゃあその行政ができない、はい、